皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回はライザのアトリエ3終わりの錬金術師と秘密の鍵のファミ通紹介をしていきたいと思います。様々な鍵をゲットしてバトルや調合をワンランクアップします。故郷の空剣島に迫る危機を救うために突如現れたカーク軍刀を調べるライザたちは、遺跡の奥で扉を見つけて盤上の大天へと導く声を聞いたライザは、島を救う術となる鍵を作り出す力を授かります。そんな鍵は物語の進行に関わる重要なものもあれば、調合やバトルで役立つアイテムタイプも存在します。特にお世話になるのが後者で、バトル中に AP を多く得られたり、ヒットポイント継続効果を得られたりするなど、活用すれば格上の相手ともやり合えるほどになります。冒険に役立つタイプの鍵は入手チャンスが多いので、使い惜しみする必要はありません。探索中に使えるタイプや装備して効果を発揮するタイプもあります。中にはフィールド探索中に役立つアドベンチャー効果を発揮する鍵や、装備することでステータスをアップするものもあります。マテリアル玉に素材を入れる調合システムがより進化しました。秘密シリーズの調合では、レシピを選択すると表示されるマテリアル玉マスに対応した材料を投入していきます。本作もその流れを踏まえていますが、鍵やリンクコールなどの新要素を活用することで、よりこだわったアイテムができます。超特性と呼ばれる新たな要素が追加しました。通常の特性と違い、作ったアイテムに一度しか引き継げませんが、その威力はかなりのものです。鍵を調合で使うと、レシピ自体のレベルがアップして、品質向上や作成個数増加といった恩恵を得られます。使い方次第で作り出すアイテムを大幅に強化可能です。新システムのリンクコール発動に条件こそありますが、通常では付与できない効果をアイテムに付与できます。想像を超えるアイテムを生み出すチャンスです。また基本的には鍵には使用制限はありますが、シンボル効果の装備する鍵は使用回数が減ることは一切ありません。手に入れた鍵は鍵束にまとめられます。それぞれ効果が異なるので、用途を考えつつ鍵束に装備しましょう。レアモンスター出現の効果を持つ鍵を使うと、金プニなどの珍しい魔物が出現します。というわけで、今回はこの辺で、ライザのアトリエ3終わりの錬金術師と秘密の鍵のファミ通紹介を終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。